メリークリスマス。やあ、先生ケースだよ。皆さん、明けましておめでとうございます。2024年も先生ケースの活動よろしくお願いします。みんな、今年も証拠もなくベンチマンカードの袋を買ってしまった。というわけで、新年一発目、去年もやりましたけど、ブレッジヴァンガードの福袋を開封していきたいと思いまーす。で、確か去年買ったんは黄色だったと思うんですよ。確か3000円ちょっとで。でも今回はオレンジの福袋を選びました。値段は5500円。やけんね、ちょっと去年より比べたらですね、量が多いか、もしくはちょっと全体的に値段が高い商品が入ってるんじゃないかと思います。なぜこれオレンジ選んだかって言ったらさ、あのブレッジヴァンガードってさ、商品に結構店員さんの手書きの紙を貼ってること多いでしょ。このオレンジの福袋にはこんな感じのことか貼ってあった。いや、最近よく言われることがあるで、漫画原作にした実写映画ヒットするかどうかの見分け方、藤原竜也が出演しているかどうかって。この福袋、藤原竜也が出演してるんですよ。だからこれは当たりだ、当たりに違いない。というわけで、このオレンジを選びました。もしこれを開けていいものが入ってなかったら、俺を藤原竜也ばりにどうしてだよーって叫ぶことになるかと思いますので、よろしくお願いします。俺が藤原竜也になるかならないかは、この福袋の中身にかかっております。じゃあ行こう。シュー。いや、今回の福袋値段が高いけんか知らんけど、袋もでかいよね。前回の黄色いやつよりもでかいけん、ちょっとカメラワークにすごい手こずった。こんな感じでいけるかな。なんか手触り感じしたら、なんか段ボール、ちょっとなんか段ボールが1個入っとんかな。あ、あと袋もあるわ。さっきちょっと袋の方出してみるわ。おいおい、これ何これ、なんかぼやーよいこだねんねしな。まず1点目がこの竜の人形、人形というか、ぬいぐるみって言えばいいか。なんかぬいぐるみ絶対入っとるような、ブレッジヴァンガードの福袋って。てか長、これこれワンちゃん、これ兄弟3人ぐらいが並んで全員が枕にできそうな長さあるんやけど、これあ、なんか最初に触れたよりも小さい箱があるわ。これマグカップとかっぽいな、なんか。はい、あ、なんか、あ、ま、マグカップじゃ。しかもまだ竜来たわ今年が突然達年だからって、なんか竜で攻めてきとんだ今回。竜で固めてきとんかこれあ、こんな感じ。あ、ちょっとサイズは大きいけん、ちょっとマグカップにしてはいい感じのサイズだと思うんですけど。でもな、俺マグカップ結構持っとうけんな。俺の知り合いの VTuber さんが描かれたグッズもあるし、数年前に保険会社の人からもらった、ただでもらったワンピースのマグカップとかあるし。な、これなんかよくわからん、なんて言えばいいかわからん、得体の試練物体があるんやけど。はい、え、なこれえ、なにこれなこれなこれ、ストレス解消やご高齢の方の指のストレッチにも最適やって。あ、なんかこれで指のストレッチをするようなもんなんじゃ。あー、確かに、まあ触り心地はええやけど、なんかおっぱいみたいね。あ、なんか奥の方にビニールで包まれたなんかがあるわ。これ、これ、え、何これ中華用竹ささ、え中華用竹ささら。竹ささらってなんだよ。使い方は至って簡単。使い終わった鉄のお鍋に水をジャーと流しながら、ささらでさらさらと汚れを除去していくだけ。あ、掃除用具なんじゃ。ささらでさらさらと、ささらでさらさらと、名前ダジャレで作られてるなこれ。
てかまた掃除用具出てきたんやけど、なんか前回のもさ、焼肉食べ終わった後掃除道具としてスポンジが入っとったと思うんやけどさ、僕はもうなんか中華料理食べた後に掃除するための道具みたいなさ用意されてる。アフターケア万全やな。なんかバンガードの福袋いつもアフターケアが万全なんやけど、なんなんこれ。そうなるともうあと多分最初に言ったでかい段ボールしかないんかなこれ気がす。いやまだもう一つなんかあるわ。さっきビニールのビニールがもう一つあるんで。はい。え、なんて書いてんのこれ。ハツ？ハツ？ちゃうな。え、な、日本では見慣れない中国特有の漢字みたいな感じ。なんて書いてんの？なにこれ？あ、あ、これ、あれか！マジャンハイか！あ、そんな、よ、それを思いついたら、この、こんな漢字あったなって思うわ。なんて読むかもわからんけど、俺マージャンのルール知らんけん。あー、これマージャンハイか！あー、これマージャンハイね。ちょっと形が丸っこいけん、ちょっとすぐにピンとこんかったもん。だってこっちから見たらぐでたまっぽく見えるもん。袋の中あさってみたら最初に言ったでかい段ボールしかない気がするわ。じゃあこれ出しますわ。よいしょ、なんか説明が書いてる、説明が書いてる。取説出てきた。なんかわからんまま取説出てきた。中華鍋。ガチの中華鍋出てきたんやけど。中華一番とか食器の相馬とかでこれ振るってそうなキャラクターできそうやもんこれ。いやこれ何気に俺ガチの中華鍋って初めて見た気がするんやけどこれ。わあ、時代が時代だったらこの上にベイブレードをゴーシュートしそうな気がするわ。はい、というわけでブレッジヴァンガード福袋2024の開封結果でした。基本的にいらねえってなるんやけどさ、人によってはこれ欲しいっていうアイテムはあるんだろうな。これ特にこのマージャンハイのクッションなんか、マージャン好きだったら欲しいっていう人出てきそうな気がするな。自慢したろうかな。というわけでピザマンをおっぱいのごとくもみもみしながら今回の動画をお相手させていただきます。ご視聴いただきありがとうございました。今年も切なケースけど配信と動画をよろしくお願いします。というわけで皆さん、お付き合い！